はい、よろしくお願いします。HMT の山本と申します。メタバアナリストを使ったマッシュセブン分析と、エニチメント解析ということで、メタバアナリストを、これまで使ったことがない方、もしくは、現在使われている方向けに少しお話をさせていただければと思います。で、メタバアナリストはですね、非常にメタボロミクスよく最近使われてきているんですけれども、最近ですね、本当つい最近ですが、5.0というバージョンにアップデートされましたので、そちらの紹介、それから、メタボアナリストを使った主成分分析。で、主成分分析の結果ですね、得られた主成分係数から主成分負荷量へ変換する方法。一番最後にエンリッチメント解析の、について少しお話をさせていただきます。で、話に入る前にですね、おすすめの資料があります。特にですね、赤字で書いた部分ですね。この、桜井さんのですね、イベントの桜井さんの、多変量解析演習の、統合 TB のですね、動画が非常にわかりやすいので、こちらおすすめです。それからメタボロミックス実践ガイドにもですね、メタバアナリストの使い方は詳しくですね、手順を記載しましたので、そちらも参考にしていただければというふうに思います。で、メタボアナリストはですね、カナダの、マギル大学のシア先生とアルバート大学のリシャット先生の、研究グループですね、運営されているフリーのウェブサービスで、URL は、こちらになります。で、これまでですね、2009年に一番最初のバージョンが出てからですね、現在に至るまで、論文の引用数はですね、非常に、多くてですね、大体どのバージョンでも1000以上は論文が引用されていると。これ最近調べた結果です。で、これ合計するとですね、6000ぐらい、6000回数ぐらい、論文が引用されているという、非常に、いろんな人に、読まれている論文で、こういう解析のサービスだと思います。で、メタバアナリストですね、メタボロミックスの方はご存知かもしれませんけれども、プロテオミックスの方はですね、逆にご存知ないかもしれないと思ったので、ご紹介したいんですが、プロテオムのデータにもですね、利用されて、論文になっているものがあります。で、こちらのですね、成分スコアのプロットは、これはメタバアナリスト使ったことある方は見られたことあると思うんですけれども、このプロテオミクスの論文でこれが使われていると。で、メタボロミックスに限らずですね、特にその統計解析、多変量解析とか、T 検定とかですね、ボル系のプロットの、一般的な統計解析に関しては、メタボロームに限らずですね、プロテオミクスでも、他のミックス遺伝子発現もそうですけれども、オミックスに限らずですね、どのようなデータでも、解析をすることができます。で、最近ですね、バージョンが5.0に、アップデートされまして、そちらの論文がですね、ここに挙げてあります。で、アップデートのですね、内容なんですけれども、多変量解析とかですね、統計解析の部分ではなくて、一つはですね、LCMS スペクトラプロセッシングモジュールというですね、データの処理を、このメタバアナリストでやる場合に、必要な部分をですね、少しアップデートされましたよと。それから二つ目はですね、ファンクショナルアナリシスモジュールというもので、こちらはですね、ピークリストですね。で、物質名がアノテーションされてない MOVERG とか、リテンションタイムの状態のものですね。それから、エンリッチメント解析までできる、ファンクショナルアナリシスの、アップデートがあったと。で、論文中にはですね、物質のアノテーションが今までは M over G のみで行っていましたが、M over G と保持時間でアノテーションを当てられるように、変更したというふうに書かれていました。で、3つ目はですね、ファンクショナルメタアナリシスモジュールというものがありまして、こちらはですね、複数のメタボロームのデータセットを統合するために、メタアナリストを使って計算するという機能があります。で、こちらについてはですね、こちらを使った論文というのも出てまして、COVID-19 のですね、いくつかのメタボロームのデータをちょっと小さくて見にくくて申し訳ないんですけれども、それぞれのですね、この列が、それぞれの研究になってまして、
で、この左側ですね、小さい文字のところは、代謝パスウェイの分類になっています。なので、これ後ほど少しご説明したいと思うんですけれども、エンリッチメント解析をですね、それぞれの研究について行って、エンリッチメント解析の結果、それぞれのパスウェイごとのピーチを最後にメタアナリシスで統合して、いくつかの、まあ、同じようなですね、COVID-19 のメタボロームの試験を統合して、どのパスウェイが特に変わっていたかということが、計算をすることが、ここではされているということになります。で、メタバアナリストのですね、バージョン5.0で、まあ、個人的に、まあ、感じている、まあ、大きく変わった点というのは、他にもまあいくつかあるんですけれども、まあ、一つはですね、リポジトリのデータを、スタディ ID を指定するだけで、まあ、利用できるようになったというのが、まあ、個人的には大きいかなというふうに思います。メタボロミックスワークベンチのですね、まあ、登録されているデータの ID だけをですね、ここに入力して、サブミットすると、まあ、そのデータをそのまま解析することができるようになっています。で、メタボアナリストを用いた、成分分析についてなんですけれども、こちらはですね、最初にご紹介した桜井さんの、統合 TV のですね、動画の方をに詳しく説明されてますし、まあ、メタボロミクス実践ガイドでもですね、説明されてます、説明しましたので、そちらを見ていただければと思うんですが、まあ、簡単にですね、どういうデータをまず入力すればいいかというところですけれども、1行目にですね、サンプル名を記載します。で、2行目に群の名前を記載します。で、1列目のところにですね、物質名を記載して、あとはですね、こちらがメタボロームのデータになっているということになります。で、データの準備としてはですね、これだけで解析をすることができます。はい。で、メタボアナリストを使って成分分析をですね、行うときは、一つだけ、まあ、注意といいますか、こうしていただいた方がいいという部分で、データのスケーリングというオプションがあります。それをですね、オートスケーリングにしていただいて実行していただくと。あとはですね、ほとんどがデフォルトのパラメーターで、問題がないというふうに思います。で、実際にですね、メタバアナリストで計算した結果がですね、左側が主成分スコアのプロットで、右側はですね、ローディングのプロットになっています。まあ、このようにですね、非常に簡単に、多変量解析を、まあ、行うことができるというのが、この、メタバアナリストの主成分分析ということになります。で、主成分負荷量の計算に関してはですね、ちょっと時間が押してますので、省略をさせていただきたいと思います。実際にですね、まあ、簡単にですけれども、1点だけご説明すると、まあ、メタボアナリストに限らずですけれども、ソフトウェアによってですね、ローディングとして出力されるものはですね、主成分係数と呼ばれる、まあ、固有ベクトルとか重み係数というものでの場合もあればですね、主成分負荷量と呼ばれる、相関係数、主成分スコアとですね、相関係数の値を使っているもの、まあ、いろいろありますので、使われているソフトウェアの、ごとにですね、この点は押さえておいていただければと思うんですが、メタバアナリストに関して言うと、この主成分係数、固有ベクトル、重み係数というのが使われていますので、主成分負荷量に、まあ、変換して使っていただくことを、まあ、我々としてはいつもお勧めをしております。はい。で、最後にですね、エンリッチメント解析のところをご紹介して、終わりたいと思いますが、エンリッチメント解析はですね、まあ、使われたことある方いらっしゃるかもしれませんが、メタボロームの、まあ、代謝物のデータとですね、データベースに含まれている、まあ、代謝パスウェイを、まあ、関連付けて、それぞれの代謝物が統計的に有意かどうかということではなくて、それぞれの代謝経路ごとにですね、例えば回答系で有に差があるとか、TCA サイクルで有に差があると、といった解析ができるのがこの MSEA になります。で、このエンリッチメント解析を行うときに一番問題になるのはですね、この物質名のマッチングというものでして、これはですね、多変量解析、主成分分析とか統計解析を目的としてですね、メタバアナリストを使われるときには、問題にはならないんですけれども、
このエンリッチメント解析はその物質名そのものを使いますので、入力となっているデータの代謝物名とデータベースに含まれている代謝物名がですね、完全にまあ一致していないと、うまく計算できないということになります。で、この物質名のマッチングというのがですね、メタボアナリストにまあ限りませんけれども、まあ、非常に難しいので、この点を注意してする必要があるというところをですね、少しここでご紹介をしていきます。で、エンリッチメント解析の難しさは、その物質名がですね、データベースとマッチしてない、しないというところが一番難しいところですので、メタボアナリストにはですね、コンパウンド ID コンバージョンという機能が入って、ツールが入っています。で、これを使ってですね、ご自身のメタボロームのデータをこのコンバージョンをしてやるとですね、ヒューマンメタボロームデータベースに登録されている ID とか物質名に変換してくれるという機能があります。ただですね、実際にこれを、このコンパウンド ID コンバージョンをやってみますと、例えばですね、これが出力した結果なんですが、S メチルメチオニンという物質があります。これはですね、コンバージョンしてもですね、ヒットしないと全部 NA になっているという結果になっていましたが、ヒューマンメタボロームデータベースのですね、データベース自体を確認すると、この物質は、間違いなく登録されているということがありました。ですので、これどういうふうになっているのかちょっとわからないんですけれども、メタボアナリストはですね、この HMDB のデータベースを基本的にはベースとして使っているんですが、この HMDB に登録されているにもかかわらずですね、このようにうまくヒットしてくれないというようなケースがありますので、メタボアナリストを使ってエンリッチメント解析をするときにですね、きれいに全部ですね、物質名を変換してくれないことがあります。ので、もう現状ではですね、できる範囲で物質名を修正して使うということしかできないというのが現状になります。はい、で最終的にですね、エンリッチメント解析をするとですね、このようにそれぞれの代謝パスウェイごとに、統計的に有意なものというのをこう得ることができるということになります。はい、でちょっとですね、途中飛ばしましたけれども、最後にですね、まとめとしまして、メタボアナリストはですね、メタボロームに限らず、非常に、他のデータセットにも使える便利なツールで、フリーで使えますので、ぜひですね、使っていただければというふうに思いますが、特にですね、統計解析の部分は非常に安定して使いやすいというふうに思います。スタティスティカルアナリシスの部分ですね。非常に便利かなというふうに思います。で、ファンクショナルアナリシスですね、バージョン 5.0 になってアップデートされたところですけれども、詳しくはここはですね、お話しはしませんけれども、物質名のアノテーションがですね、ちょっと心配かなというのが、気になっているところですので、こちらもですね、もし非常に便利に使えるので、パッと使ってみたいなって思われるかもしれませんけれども、やはり物質名をですね、きちんとアノテーションしたデータを使ってエンリッチメント解析する方がですね、安心して、結果も、見ることができるのかなというふうに思います。はい。で、最後にですね、エンリッチメント解析のところも、ご説明しましたけれども、そのデータベース側との物質名のマッチングの問題が、やはり問題といいますか、完全にきれいにマッチしないので、現状ではですね、私も使うときは、ある程度はもう諦めてですね、マッチしないのはもうそのまま使って、毎日メント解析を行うというふうに、普段はしています。で、今後ですね、メタボアナリストで、今後ですね、改善されていく部分は、出てくるかなというふうに思うんですけれども、完全なやはりこの物質名マッチしたエンリッチメント解析というのを行うときにはですね、物質名とこのパスウェイのリストをですね、自分で管理して計算した方がいいだろうと。要するにデータベースにこう当てに行ったときにマッチしないものっていうのは出てくると思うんですけれども、皆さんそれぞれメタボローム解析をご自身でやられる場合はですね、それぞれのプラットフォームごとにこういう物質が検出されるというリストがあるかと思いますので、そこにですね、代謝パスウェイの情報を一緒に加えて、
そのリストをもとにエンリッチメント解析をするということが、まあ、いいのかなと思ってまして、我々もですね、メタバーアナリストを使う場合も、まあ、もちろんありますけれども、基本的にはですね、社内で、精査したこのパスウェイのリストを使ってエンリッチメント解析をしています。で今後はですね、やはりまだまだですね、エンリッチメント解析は、こういう問題があって完全ではないので、まあ管理が不要でですね、さまざまなデータベース、まあ、いろんなデータベースがあると思います。HMDB もそうですし、もちろん Quickもそうですけれども、リアクトームとかですね、他にもいろんなデータベースが、利用できるようなエンリッチメント解析のツールっていうのが、あると、もっと便利になって、いいのかなというふうに考えています。はい、以上です。